ノックス軍はアメリカ合衆国テネシー州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は432,226人であり、2000年の382,032人から13.1%。軍庁所在地はノックスビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ノックス軍は東テネシーのグレートバレーでは地理的中心にあり、 ノックスビル大都市圏を構成している。軍の中心近くには、ホルストン川とフレンチブロード川が合流する、テネシー川の水源がある。ノックス軍は1792年6月11日に、グリーン軍とホーキンス軍の一部を合わせ、ウィリアム・ブラウンと知事が設立した。南西部領土時代に設立された八軍の一つである。軍名は、アメリカ独立戦争の将軍で、 初代アメリカ合衆国陸軍長官を務めたヘンリー・ノックスにちなんで名付けられた。軍の領域から、ブラウント軍、アンダーソン軍、ローン軍、ユニオン軍が創設された。1786年、ジェームズ・ホワイトが現在の東テネシー南端のフロンティアで、ホルストーンガーとフレンチブロード川が合流する点の下流5マイルに砦を建設した。 南西部領土知事のウィリアム・ブラウン都知事が1791年に首都としてジェームズ・ホワイト・フォートの地を選定した。知事として上官であり独立戦争の英雄だったヘンリー・ノックス将軍にちなんでそこをノックスビルと名付けた。ノックスは1785年から1794年まで陸軍長官を務めていた。 ブラウントは1791年から1796年までノックスビルを南西部領土の首都に指定した。ノックスビルは1796年から1812年までテネシー州の州都でもあった。ただし、1807年の1日のみ、衆議会がチェロキー族との条約義務を果たすためにキングストンで開催された。 キングストンは1817年から1818 18年にも短期間の州都になった。ノックス軍の住人でフロンティアの指導者、ジョン・セビア将軍が1796年から1801年と1803年から1809年まで州知事になった。これはノックスビルが州都だった時期の大半に一致している。1845年まで州議会議事堂が 建設されなかったので、衆議会は、酒場や公共の建物で開催されていた。ナッシュビル市の議事堂は1845年に建設が始められた。ブラウンと知事の居宅だった1792年建設の邸宅は、州昇格前から現在まで残っている最も歴史的に重要な家屋である。軍内では、唯一のアメリカ合衆国国家歴史登録財。 指定建築物である。1863年12月に、ノックスビル包囲戦が終わった後、北軍の写真家ジョージシー・バーナードが撮影した、テネシー川南岸からの眺め、アメリカ合衆国議会図書館像、ノックス軍は重要な鉄道が通っている、戦略的な地にあったので、南北戦争中は、北軍も南軍も確保したがる地域だった。 東テネシーの山がちな地形は、綿花のようなプランテーション農業には向いていなかったので、中部テネシーや西テネシーのように奴隷制度はほとんど見られなかった。1860年国勢調査で、軍人口は220人の白人と2370人の奴隷アフリカ系アメリカ人で構成されていた。奴隷が少ないこととかつて生きないで、 強い奴隷制度反対運動があった名残が組み合わされ、東テネシーの大半と同様、ノックス軍に北部支持者が多い理由となった。しかし、南部を支持する家族や社会的な結びつきもあった。域内では兄弟同士が争うケースも多く見られた。テネシーが脱退する以前、ノックス軍の北部支持者は、東テネシーの北部支持者と協業して、 テネシー州から脱退し、合衆国に泊まろうとした。ノックスビルの弁護士、オリバー・ペリー・テンプルが3人委員会の一人に指名され、ナッシュビル市の議会に出席して、東テネシーと北部寄りの中部テネシーの軍が、テネシー州からの脱退を認めるよう求めた。この動きは失敗し、1861年に2回目の住民投票で脱退が承認された後、ノックス軍は、 テネシー州の他軍と共にアメリカ連合国に加入した。ノックス軍は1863年9月3日まで南軍の支配下に止まっていたが、この日、アンブローズ・バーンサイド将軍の率いる北軍が抵抗を受けずにノックスビル市に入った。ニューヨーク州選出アメリカ合衆国上院議員のアイラ・ハリスの息子であるウィリアム・ハリス大佐は、その父に宛て、ノックスビル方面作戦。 特に決定的勝利を挙げたフォート・サンダースの戦いで、バーンサイドの部隊が成功したことで、戦争の残り期間ノックス軍は、北軍の支配下にあった。軍長のグレントーマス・ジェイコブズ・ノックス軍政府は、自治ルールの下に運営されている。元は、軍執行役カウンティ・エグゼクティブと呼ばれた軍の管理者は、現在軍長カウンティ・メイヤーと呼ばれている。 2018年8月の軍長選挙では、プロレス団体 WWE に所属する現役プロレスラーのケイン、1967年4月26日、タイが選出された。この他に、軍政委員も選挙で選ばれる。軍役人の地区は、独自の市長と市政委員がいる、ノックスビル市には及んでいない。ノックスビル市民は、市と軍の両方の選挙で投票し、 市長と軍長を選び、市税と軍税を払っている。管理が重複しているように見えるが、サービスは分離されている。ノックス軍は学校と図書館を運営し、ノックスビル市は軍保安官とは別に警察署を維持している。資産評価官、税務署都市圏計画委員会は、市と軍の合同で行われている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 群域全面積は526平方マイルであり、この内陸地508平方マイル、水域は17平方マイルで、水域率は3.29%である。チェロキー洞窟、チェロキー洞窟はノックスビルの西14マイル、修道62号線沿いにある。1854年に農園の岩の間から霧が上がってくるのに気づいたロイ、クラジントンが発見した。 クラチントンは入り口を掘り、中を探検した。その娘のマーガレットが1929年に、ジェントリー洞窟という名前で洞窟を一般公開し、1930年にはグランド洞窟と改名した。その後は様々な名前で散発的に公開されていた。現在は、チェロキー洞窟と呼ばれている。洞窟内で見つかったインディアンの工作物は過去に、 別の入り口があったことを示している。主要高規格道路、週刊高速道路、アメリカ国道テネシー修道大量輸送機関、ノックスビル地域交通が、ノックスビル市のバス路線を運行しており、またマクギー・タイソン空港からは、アメリカ合衆国中西部や南部の都市に地域航空便が飛んでいる。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ありがとうございます。